はいおはようございます。LAL の沢です。今日も、ね、早くして6時5時半ぐらいからか、あの仕事を今一つ片付けまして、えー、ちょっと一段落です、えーで。コンピューターのですねこの間イーザイーやスイスバージョン2.40をリリースしたんですけども、ユニコードの,あのところで、ね、若干問題を残してるんですよ。というのはあの編集、レプレ編集モードですね。えー、と初心者の方にあの扱いがいいようにということで、こんな風になんですか。 えっと、共通表示しあの、ハイライティングしたりだとか、格好対応やったりとかやってるんですけども、ユニコードが入ってくるとね、結構大変だったんですよ。でまあ、大体とかマイク、例えば、えー、あ、いう、えー、お。で、全角文字を入れまして、で、えっ、ー、と、ヒストリーも出ますし、 えー、左矢印あの右移動、左移動もユニコードに対応させましたんで、えー、大丈夫なのですが問題はですね、えー、これがあの全角のユニコード文字なのか、半角のユニコード文字かなんなんですよあの、ロシア語だとか、えー、とウクライナ語だとか、あれはあの半角なんですね。 でえー、と漢字はね、全角になってるようです。そうすると、あのこう普通のターミナルだと、プロポーショナルフォント使ってるんで、そのえー、漢字だったらその、えーと2、2バイト分っていうのかな、あの2文字分移動させるし、えー、とウクライナ語みたいなときに一文字分だけ移動させればいいんですけども、じゃあ、どうやって判別するのかっていうところがね、 これ、なかなかくせんなんですよ。えっ、ー、と、一応、このえっ、ー、とバージョン2.40では、えー、UTF-8 の3バイト文字、えー、これを全角とみなして、えー、2文字本ずらすというふうにしています。大体いい、えー、3バイトの領域に漢字コードが収められてるんで、大体いい良さそうなんですけども、例えば明らかにだめの半角文字なんですよ。例えばね、えっ、ー、と、 あきくけ、えー、こっとやって、これを半角文字にしちゃうとね、こうかな。あ、こうか。こうだね。で、こうやっちゃうとね、ダメなんですよ。文字位置がずれちゃってるんで。あれ、ダメじゃないかな。あ、おかしいのどう おかしいな。こうやってうんおかしない動作になっちゃう、えー。どうしてかと言いますと書き空間行っていうのもですねユニコードに採用されてるんですけどもえっ、ー、とこれがねえっ、ー、と全角その3倍と同 UTF-8 の3倍と文字のところに入ってるんだと思いますだからあの、えー、っと1文字を2マス移動っていうふうにやってるんですけどもでも実際にはこれ半角なもんですから1マスだけ移動させればいいんですけども、えー、だからどうやってその、えー、判別するかなんですよね。 そこで調べたら結構ややこしい問題らしくってユニコード全角と半角を判定しようってこんなの記事見つけたもんですからどうも鍵になるのはですねイーストアジアンウィルスっていうふうなあのものらしいんですでなんかあのこう属性がね示されていてえっ、ー、と全角半角だとかなんかいろいろとあのこうコードポイントに応じて のがだからこれをその全部突き止めと言いて、えー、どのコードポイントのところ読んだらばこれは半角なのかいや全角なのかって判定すればいいんですけど、えー、まあそもそもこれがどういうものなのかっていうのがまだよくわかってないので解説じっくり読ないとわかんないんだけれどなおかつあの実行、えー、速度が落ちちゃうんですよね。えー、っと コードポイントで判定するとなるといちいちそのユニコードに変換をしてそれでそのじゃあその属性がどうなのか全角なのか半角なのとかやってやるとスピード遅くなっちゃうんで、えー、高速に過疎移動した時に追いついてくれるんだろうかとかねいろいろと問題があってうーんなかなか難しいかもねみたいなところなんですけれどもまあ 大体普通、日本語を使う分には政府なのでまあいいかなと思ってるんですけどね、あと微妙にね、あのタイ語だとかいろんなねあの国の言葉でやってみたのんでタイ語はね半角風に見えるんだけれども違うのかな、あの、えっ、ー、と、セグフォーこしちゃうんで、それこそ東東南アジアですもんね、なんか独特のなんかあるのかもしれないですよね。 えー、なんてことなのですけれども、まあ、とりあえず、あの、英語と、主要な、あの、英語、日本語とかね、ヨーロッパで使われるような言語が、まあまあ、動けばいいことにしてくださいです。<laughs> で、いよいよ、ダメなときはですね、すいませんが、あの、えっ、ー、と、 マイナス R オプションで起動していただくと、あのえー、とそういうのをあの無視しますので、単純にあのユニコード、えー、入れるだけですから、問題は起きないです。えー、例えば、えーでえー、半角文字入れても、こっちはの編集モードを切っているので、 えー、大丈夫なんで、いよいよダメなときはこっちを使い,いただければいいのかなと思ってるんですけど、まあ面白いですね、ユニコードっていうのはね。あのでもなんかこの際なんで、ユニコードのなんかお、おいたちというか、あの見たんですけども。 なんていうか、あの生命の進化と同じでね、結構行き詰まっては、ちょっとこういうことにして切り抜けるかみたいな感じですね。最初はね、2バイトでいけるっていうふうに、あの欧米の人たちは考えたんですね。ところが、漢字っていうのが膨大にあって、その中にはとっても収まらないもんで、まあ、現在主流になっている UTF-8 だと、4バイト、あるいは6バイトですかね。 であのそのペアで、えー、と構成するというふうになってるんですけどもんで最初からこの辺のところがねうまくこうあの設計されてれば、えー、とその直ちに半角か全角が分かるかとか属性が読み取るような,なんか配置にするってことも考えたかもしれないんですけどもまあ漢字ね中国とか使ってる感じ。 もう膨大ですからね。なんてことをあのやっとりました、えー。はい。じゃあまたお会いいたしましょう。